はい、こんな感じでお送りしました。はい、どうぞ録画しました。どうも。どうもこんにちは、うさぎさん。こんにちは。お元気ですか。あのこれ多分後から見たらすごいへこむのでやめた方がいいかもしれないです。録画します。こいつなんかすげえよ、ね、すげえよな。カラオケで優勝した途端になんか強気になってる時。どうしましょう。あれで遊びましょうか。遊べですか。残念なことになくなっちゃった、はい、あじゃあちょっと振り返りましょう。10月ですよ、はい、ね、10月はあれだよね。あれ入ってきたらいいよ、どうぞ。そう、入ってきてばさっきから言ってるんですけどね。恥ずかしてますね。恥ずかさしてますね。あ、そうですか。じゃあまあいいでしょう。10, あの10月でしょ、振り返るのは、はい、10月って何があったんでしたっけね。10月はですね、カンニングペーパーによると、こっちにあるんです。こっちによ、10月のアンチョコがあるんだよ。とかあります、ね。まあ、主な出来事ですね。はい、で、一大イベントですよ、10月は。ああ、大スタジオスタートか、うん。工事が。工事し、これね。ましたよ。あ、電車で撮って。あれさ、やってないですね。そうだね。それから、あと、沖縄と、写真もある。100日祭と。うん、大スタジオ完成。あれだよね、あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、ゲストさんが来たからゲストここで入れちゃいましょうかね。そうですか、はい、入れちゃいましょうか、ね、どうぞどうぞ、お忙しいでしょうから、どうぞ、とりあえずちょっと散らかってますけど、はい、だいぶ散らかってますか。サンドイッチしましょうか。そうですね、はい、こうしましょうか。今ですね、どなたでしたっけ。どうぞ、呼んできてください。お入りください、ゲストの方。はいはい。はいはい。はいはい、どうぞどうぞ。どうぞ。ということで、まあ、ちょっと離れながらバッツナギしましょう。はいはい。で、10月ですよ、うん、大スタジオができた時に、うん、工事しながら仕事しましょうと。はい、ということでブルーシート貼って、はい、ほこりまみれでやりましたね。ね、この大スタジオはショースタジオの工事とは業者さん変えたんだよね。はい、ね、手際は良かったですね、うん、お客さんじゃなくて向かいのゲスト。ああ、そう、あ、そう、私たちゆうさん。ああ、はいはい、ああ、じゃあ 上で出るんですね。ああ、じゃあごめんなさい、勘違いです。勘違いです。あ、だ、ほかまさんがついてきたからほかまさんのお客さんかな。違うのね。はいはいはい、じゃあ上さん、はいはい、ゆいさんの時間は11時間ぐらいですね、はい、でね、うん、業者さん変えましたでしょ、はい、で手際は良かったですね、うん、料金も安くなったんですよ、うん、実はいくらとは言えないんですけどね。小スタジオ作る料金と大スタジオ作る料金がですね、こっちが安かったという、この画期的なお話なんですね。なぜですか。いや、最初の業者さんが高かったんだよね。何の見積もりもせずに発注されてましたからね、うん、ダメですね、あれでもね。ダメですね、あれ一刀両断ですけど。それでじゃあその大スタジオの放送スタートっていうのをちょっと見てみましょうか。はい、大体このコーナー誰のコーナー。赤嶺さん、いえ、俺か。はい、お月さんです。俺はね、お月さんです。このリンクです。俺か、はいはい。あー、ゆめこだ。あらあらあら、ほらほら、ゆめこが映ってるよ。本当だ。え、この時はこういう髪があったんだ。あ、まっすぐだったんだ。そうですね、前パッツンです。パッツンだったんだね。はいはいはい、うん、これは黒いでしょ、日焼けしちゃって、はい、黒い。これは8月、そうだ、8月の日焼けですよ。若い自分。今日は、はい、ダイレクトタイムは大スタジオの方から。これ大スタジオ初だね。僕が半分薄くなってますね。影が薄いですね。なるほどね。今日から10月、うん、はい、スタッフ。ああ、どうぞいらっしゃい。どうぞ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 。じゃあこっちに進みましょうか。こっち真ん中。どうぞどうぞ。ね、こういう感じでね、大スタジオの初放送、ゆめちゃんの、ね、うん、回答になりましたけど、ゆめちゃん、はい、ちょっとこれはですね、一回止めてですね、はい、ゲストが来たんで、ちょっと切り替えて、あ、来ましたね、来ました、はい、お二人、
あのうちあの基本的に自己紹介タイプなんで自己紹介タイプなんで、はい、こちらからあ僕から、はい、クロスロードの営業をやってます泉優也です。泉さんでしょ、はい、なんか出てきた。さあその隣です。はい、同じく営業、稲峰です。稲峰さんです。今日はお二人忘年会ですか。そうですね、あの忘年会何時からなんですか。僕らはよく分かってないんですけど。分かってない。実は僕らも分かってない。予定としましたら6時ですかね。6時なんだ聞いてる話では。あ、そう、昨日で大掃除終わったんだ。そうなんですよね。うん、昨日完成しました。社長答えてくれる。まあ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 終わった。今日は何喋ったんですか。朝から。今日はさらにこうですね。いろいろです。あと片付けをしたり、片付けだったり、ちょっとした手伝いとか。あ、そうですか。あとネットサーフィンをしてみたり。自由ですね。自由ですね。見てましたか、うちの番組。見てましたよ、ずっと。あ、そうですか。はい、あ、なるほどね。どうなってるんだろう。どれ、どこだ。一番端っこの右です。これか。これですかね。これですね。あ、映ってる。映ってる。30人ぐらい見てる、ね。初めて見た、ね。僕、これにもコメント残してますから、ね。あ、そうですか。ツイッターからです。ツイートはどれですか、どれですか、どれですか、どれですか。僕ロン毛。僕ロン毛。誰だろうと思ったんですよ。僕ロンゲさんですね。僕ロンゲ。僕ロンゲさん。どこどこ。いいよとか書いてるんですね。そうそう。あと、なんていうか、ともやさんうまいな。え、何のうまいの。あれですよ。なんか、FM 風の。FM 風の。ああ。あれですよ。そこに書いてる。あれ、僕の中では大絶賛。大絶賛。よかったですね。ここちょっと自分で。ファンが一人できました。やったー。なんか、一人から金負け出ました。ファンクラブ作るんですか。泉さん出ました。泉出ました。あ、泉出ました。出ちゃいました。出ちゃいました。こっちが先。うん、待て。待て。こっちが先。こっちが先。さあ、こっちが先かな。泉出ちゃいました。忘年会何時か。なるほどね。うん、よくあれですか、ツイッターされてます。あんまりやされてないですか。やったことないです、僕。あ、そうなの。あ、そうか。じゃあ、あの、フェイスブックはどうですか。見たこともないです。やったことないですね。あと、暇そうにしてる人、誰かいました。フロアで。暇そうにしてる人。暇そうにしてる人。いました。暇そうにしてる。こいつ呼ばなきゃって、内緒にしてください。内緒にしてください。はい、どうぞ。いないかな。ないですよ。僕らが一番暇そう。出てた時、ありがとうございます。なるほどね。社内に。ということで、じゃあ引き続きですね、お二人を交えながら10月の振り返りをさせていただきましょう、ね。はい、よろしいでしょうかね。ね、なんだっけ、ここかな、大スタジオスタートしましたよね。で、大きな輪が始まりましたと。すみさん、今日は来るのかしら。夕方来ます。あ、そう、はい、夕方、ね、5時頃ですかね、うん、に来ると思います。大きな輪、これね、大きな鉢、違う、大きな輪。ランジーさん、おー、ランジーさんだ。これこれ、うん、綺麗な人よね。僕この人たち好きなんですよ。あ、そう。でライブ見に来ましたよ。あ、あ、そう。やっぱりこの人の声がすごいです。すごいです。なんで女の女性でこんな声が出せるのっていう。ギターのワッコです。ワッコさん、よろしくお願いします。ワッコさん。ではですね、ランジーの音楽をちょっと聞いてみましょうか。はい、お願いします。ランジー。ランジー。ランジーの PV かっこいいんだよな。かっこいいですね。うん、もうちょっと大きくしてみる今。 PV 動画とかしないんですか、撮ったり。うん、ちょっと見えない。撮ったりはないですかね。そうですね。やろうか。やってください。撮ってください。演奏してるとか。かっこいい。これじゃみんな英語か。英語で歌ってね。ああ、そっか。英語なんだし。だから、やっぱり基地で人気あんだ。うん。今日本当はね、来てくださいよって言ったんだけど、お忙しいから。ランジーってガールズバンド。はい、そうです。おー、これ
れってオリジナルの曲なんですか？そうですね。すごい。しかもこのプロモーションって自分たちで、そうですね、知り合いで。すごい。ビジュアルもいいかもしれない。これ沖縄？いいよね。はい。うん、ということで、うん、4時からじゃなかったっけ？そうですね。はいはいはい。始まります。ちょっと止めましてね。ライブしてるんで見ました。はい、来ました。バイバイに。はい、お待ちしておりました。準備完了でございますか？ちょっと待って。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。どれだ？こっちか。そうです。これか？これだな。はい、じゃあすいませんが、向こうに切り替えてください。切り替えて。めっちゃよろしく。まだやってますよ。デジナー、こんな仕事になると思わなかったよね。今日なんか別に行って終わりって言われる。はい、こちらまた7階でーす。はい、今回はですね、このゲンゴロウという3名の方に来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう先ほど新田さんから田中ちゃんにフレフレという方が言われたので、あ、はい、どうも田中ちゃん。はじめまして、岡野と申します。はじめまして、田中と申します。よろしくお願いします。田中ちゃんは今年はどういう年でしたか？そうですね、やっぱりこう言葉にしてしまうとですね、なんか水増ししちゃうんで、言葉にするのは難しいですね。さだまさしのとても良い年でした。いろいろあったんですけど、うん、良い年だったと思います。素晴らしい。なんか来年の抱負などありましたらぜひお聞かせ願いたいと。僕個人的なですか？はい、お願いします。はい、一生懸命生きたいと思います。生きることから頑張るということで。素晴らしい。僕も同じ意見です。こんにちは。こんにちは、ということで、ゲンゴロウのカッキーって言います。カッキーさんです。カッキーさんはキングジャムセッションも後から出る、キングジャムセッションで、今日最初まで、ファーストステージってことで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。カッキーさん、今年はどのような年でしたか？今年はいろんなことを学ばさせていただきました。はい。インプットしたものを来年はアウトプットできるように進んでいきます。素晴らしいですね。では早速曲の方を演奏していただきたいというふうに思います。ではゲンゴロウの皆さん、ゲンゴロウの皆さんです。演奏よろしくお願いいたします。ゲンゴロウで翔次郎にゃにゃにゃっていう歌です。Thank you.
続いて田中ちゃんです。はい、ただいま次の曲に向けてちょっと準備が行われております。しばしお待ちください。放送事故ではございませんよはい、準備が整い始めたみたいで仕込みが遅くない。はい、はい、源五郎の皆様は曲々で演奏する楽器が変わるという。はい変わらんけど、もうちょっと、はい、そういう形で、はい、はい、今カッキーさんがミキサーの調整に見ておりますいいですか。いや、いい、どうぞ。はい、I'm not afraid to die.
なんか語ったらなんか年末だし、ちょこっちはクリスマス遅れてきたサンタクロースイベントですけど、もう本当にあれですね。次の曲はですね。あ、もう次の曲かな。またあるってよ。あとどのぐらいあるんですか。3分ぐらい。3分。でも今日さ、まあ、みんな出てるけど、さっきから見てるけどさ、これおめでとうございますって誰も言ってないから言った方がいいと。今日この DN ビル7階イベントフロアの完成披露宴。本当に皆様どうぞ。じゃあせーの。なんでいきなり、はい、俺一人でおめでとう。せーの、本当にもうおめでとうございます。おめでとうございます。皆さん拍手拍手。その向こうで見てる方々ね、はい、もうここからたくさんの笑顔が、クワッチもあるんで遊びに来た方がいいと思いますけどね、はい、どうぞどうぞ。カラオケ大会とかもあるしね。子供たち遊びに来てください。まだまだもういっぱいです。もう本当に遊びに来てください。ここからいろんな元気や笑いがきっと発信されて、次タンポポっていう曲で、ですね、まあこう、まあ、嫌なことがあったりとか、こうなんかちょっと笑いやすさと か, なんかそういう時にこうなんか形から入るというかですね、とりあえず笑ってみると何かが変わる。レンズの向こうにいっぱいいるわけ、はい、なんかそういう笑ってみることの大切さをとか、あとその、まあ、実はこう世界にはなんかいろんなこう美しいなんかこの、楽しいものとか素晴らしいものが実はいっぱいいろんなところにある。そんななんか、ことも含めて歌にしてみました。
ありがとうございました。ゲンゴロウの皆さんでした。皆様大きな拍手をよろしくお願いします。ゲンタロウなんて言ったらゲンゴロウって言いました。ちゃんとゲンゴロウの皆さんでした。ありがとうございました。素晴らしい曲をどうもありがとうございました。ではいいですか。では6階にお返しします。6階ですよ。あ、はい。では、鷲見さんも紹介します。鷲見さんはいいそうです。はい、入りました。はい。あ、はい。はい。鷲見さんはゲンゴロウ。ゲンゴロウさんでした。はい、入りました。はい。で、6階スタジオに切り替わりましたけれども、お二方、ゲスト一人いただいております。ご紹介いたします。私の隣が南城市観光協会の矢賀さんです。イエーイ。はい、それからおなじみのとつねさんでございます。もうお供え寒くて寒くても寒いですよ。寒いですよ。もう駆けすぎてましたから部屋の中でよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのさすらいのライダーでね、とつねさんでね。はいはい。ということで今日のゲストの矢賀さんですけども、先ほどお聞きしましたらば、観光協会ですか、生南城ってことでね。そうですね、これがホームページです。はい、あーはーはー。あ、そう、フラッシュ使って変わりますわね。うん、ちょっとやってください。はい、うん、明日ですね、アガティーダ因岩住駅南城。はい、こちらです。こっちポスターいいでしょこれ、うん、これですね、うちのですね、うん、あのウェブサイトを管理してる、うん、名前出していいですよね、うん、近所のシェアっていう、うち僕のあのお友達なんですけど、はい、彼が、うん、このランジの幸せの書き足バックの、うん、バックの写真は、うん、うちの南城市長小蛇慶春の市長が撮って、市長が撮って、市長が撮ってバックりました。市長が、市長が撮って、この市長が朝出勤するときに、うちの市長、うち近くなんですけどね、このちょうど久高島から朝日が見える、そのイベントを明日、大晦日、11時ぐらいから翌朝元旦のですね、でしょ、一番あの綺麗な日の出をみんなで一緒に見ました。ただ明日天気悪いです。天気悪いです。また見れますかね。天気とかじゃない、神の島から上がるんですから、はい、うん、そうですね、船田島からです。天気が悪くても、うんうん、なんかすごいイベントがちょっと控えてるってことで、うんうん、はい、ぜひとも、ね、山さんから、はい、詳細イベントがある、はい、これまでですね、ただお客様があのおそらく5000名ぐらいとか、まあ、車がいっぱいになるんですけど、ああいう地熱の田舎に、うん、このようなお客さんがあの初日の出を見るために来るわけですよ、うん、はい、して近くのファミリーマートが去年、うん、あのもう閉じちゃったんで、トイレの開放のつもりでうちのあの施設の岩城駅南城を、うん、開放するんですけど、ただあのトイレだけの開放ではあのちょっとあの寂しいですので、うん、僕のまあ仲間である南城市民大学というのがあるんですけど、うん、これは、南城市のまちづくりのリーダーを育てようというですね、うん、南城市まちづくり推進課が、うん、南城市のまちづくりのリーダーを、うん、南城市について語りながらいろんな講師、うん、市長を呼んだり、はい、地域の、起業家であったり、うん、1年間勉強して2年目には南城市の町を良くするためには健康の部分、観光の部分、福祉の部分とかですね、うん、市長に提言ができるという地域の市民会議の場があるんです、はい、彼らが明日から、ボランティアでいろんな南城市の特産、はい、あのね、それいいんですけど、はい、何を見てる方で何が食べられるか、はい、これ一番気になってます。車エビですね、まず、車エビ、はい、久高島の目の前にした、養殖場で育った車エビの串焼きがまず食べれます。ちょっと待って、いくらですか。100円です。100円5本で500円じゃないですか。5で500円、はい、して5本買っていただくと1本サービスします。おぉ、6本、じゃあ5本入りで500円ですか。そうです、はい、すごい、すごい。して、あと女性にはもう1本プレゼントします。やったー、予想してなかった、予想してもこれ見てないとそれ分からないですね。そうですね、はい、でもあれでしょ、いいで南城市の車で行ったら、はい、あのジャスコの水槽でピチピチ跳ねてるやつでしょ。その他にはあとはですね、はい、トビイカといいまして、トビイカ、まあ、ワンメアトビイカなんですけども、はい、南城市のあの知念玉城で、久高島の沖合で取れる、うん、まあ、本土で言えばスルメイカみたいなイカがあるんですけど、はい、トビーチャーっていうんですけどね、うん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 、それをボイルしてちぎって、うんうん、
マヨネーズで食べると別品です、うん、まあそうだね、別品というか絶品ですね、もうちょっと飲みたい、久高島の近くでという、うん、縁起がいい、ああ、そりゃそうだね、それがその神々の島で育った海産物を漏れなく明日はあの提供いたしますので、ぜひですね、あのお越しいただきたい、あとはこの市民会議の仲間が、うん、あとはあの汁物ですね、したあと もずくスープ、うん、あとおにぎりとかですね、地域のまた田中さん提供いただいて、お酒も振る舞うと、でしつこいようなんですけど、はい、ガンジュ駅どこにあるんですか、ガンジュ駅はですね、なかなか分からないと思う、旧分からないとダメなんですか、分かるように言ってこられないとダメなんですか、旧知念村旧知念村の方が分かりやすいですね、まあ、南城市なんですけども、はい、西方滝、世界遺産の西方滝、西方滝の入り口の手前ですね、赤瓦の屋根の岩寺駅南城っていう観光案内センターがあるんですけど、そちらを、まああの出店みたいなの光も明かり出てますので、そこ郵便局ですね、知念郵便局のすぐ向かいです、はい、結構わかる、山菜地走ってたら分かりますよね、はい、あのあまりうちがないところなのでどんちゃん騒ぎしてると思います、エイサーしたりとかですね、エイサーとか地域の青年連合会に協力してもらって、はい、あの観光客の皆さんも行ってください、ね、ぜひあのエイサーとか三味線とかですね、そして僕もちょっとした得意芸があるので、はい、バカみたいなあのちょっとした一芸を見せたりとかします、ちなみにね、柳中さんは沖縄県立芸術大学、恥ずかしい、落ちこぼれ芸大なんです、アーティスト、何やってたんですか、芸大で何やったんですか、まあ、この体で見ての通り、僕は踊りが一応はできます、でですね、はい、そういや、もう一つね、ちょっとこの場をお借りしてなんですけど、大事なお知らせがあるんですけど、はい、矢賀さんね、今彼女がいらっしゃらないです、大募集してるのね、もう大募集してるのね、もう目を出して、待てます、今ツイッターしてくださいよ、でもしね、無事矢賀さんと結ばれた方には、はい、漏れなく、はい、二人きりで行く久高島ツアー、はい、そのツアー、神の島久高島と世界遺産の西浜滝に僕があのガイドをして特別に連れて行きますで、漏れなくあとですね、岩寺駅で行くEM アイスクリームってなんですよ、めちゃくちゃ人気あります、これね、めちゃくちゃ人気あります、そう、女性に200円出せば食べられる券までくれるんです200円安いですよね立候補します、男です明日切ってきますあれですね、皆さん誤解ないと、はい、女性に限る、そうです、コンとかも言っちゃった方がいいかもしれないです、そうですね、やっぱり自分あの結構あの体こうな見えてあのそろそろ時間自分より大きい続けていきましょう、このままずあの受けますので、一夫多妻制とかなんか制度とかだと面白いんですけどね、男女子そういうこと言わないんです、ね、あのお一人様一人様あの一回限りです、よろしくお願いします、これまでにあの付き合った女性からですね、逆にあの早くあんた幸せにならないとっていうあの言葉をもらってるのぜひよろしくお願いします、泣かせるじゃないですかねえ、はい、山田さん募集中です、よろしくお願いします、はい、でもね、大体ね、あの俺も言いたいんだけど、世の中の女の人はね、分かってない。分かってない。これね、いい男にね、画面上でね、彼女がいないっていう、うん、これがやっぱ間違ってますよね。間違ってるね。やっぱり民主党の皆さんにも、そこら辺も一回ね、考えていくし、民主党の人は、ダメ。政治の問題ですか？政治の問題ですか？分かんないけど、すいません。というわけで、ちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、山さんと、とつえさんでした。ありがとうございます。ごゆっくりしてください。岩寺駅来てね。明日お待ちしております。そうですね。はい、お正月は、お二人、待ってると思います。混むようなので、今から向かってください、皆さん。いや。じゃあ、次のゲストを、はい、お呼びください。よろしくお願いいたします。はい、はい、はい。じゃあ、皆さん、記念写真一枚いきます。はい、ありがとうございました。はい、チーズ。ありがとうございました。はい、はい。ご飯食べてってください。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。どうも。しました。はい、はい。家とんでもないです。すいません、ありがとうございます。はい、次はなぜスミさんが出ないのかな、あれ、うん、スミさんがね、なぜスミさんが出ないのかな、スミさん、なぜスミさんが出てる、キーちゃんが出るかな、キーちゃんが出るかな、代わりにキーちゃんが出るかな、ね、はい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 
はい、すみさんいらっしゃいました。ありがとうございます。クレイ忙しいでしょ。単純にしていえばね、主婦はね。そうなんですよ、おせち作りで。おせち作ってるの、うん、黒豆とかします。いえ、作るというか買ってくるのね。買ってくるちょっと食べて、はい、って、うん、今年はすみさん大活躍でした、ね、大活躍ですかね。ありがとうございます。まあ、いやいや、ちょっと今日もほら、すみさんのゲストが多いんです、うん、多いですね。皆さんね、声をかけると、うん、はい、行きますっていうことで、うんうん、2つ返事で階段でしたよ。人柄ですね、沖縄の人柄。ありがとうございます。沖縄いいですよね、はい、楽しいです。楽しいですか。楽しいですよ、うん、はい、本当にコミュニケーションの輪を広げていくという番組なので、はい、もっともっと世界に向けてつながっていけたらなと思ってますよ、はい。来年は公式サイトでしょ、うん、公式チャンネルでしょ。いやー、ね、まだじゃないですかね。ちょっとプレッシャー与えてる。今日我々100越しましたんでね、あらあらあら、公式やってもいい権利が。そうだね、イエーイイエーイ。そうですね、私もさっき見てましたよ。そうそう、200ですよ。あともうちょいです。ちょっと待って、すいません。なんだ、怪しいんですか、この人。今日はキーちゃんと旦那さんと、はい、主人の、うん、はい、あ、キーちゃん目に遊びに行ってキーちゃんもずっと、ね、シャーク、サメ、サメ、ね、サメの風船、もうサメを誰かがもらっていってるとかどうのこうのって、朝からもう、ね、お昼から一応ずっと見てたんです。うん、うん、なのでね、すみさんのあのフェイスブックとかさ、はい、ツイッターとか今年からでしょ。そうですね。簡単ですか。いや、まだまだ全然使いこなせてないですよ、私。あ、そう。はい、でもすぐでしょ。すぐです、すぐです、すぐですよ、ね、うん、でもフェイスブックは、うん、だいぶ前からやってんの、持ってたんですよ。あ、そうなの。でも全然活用してなくて、あ、そしたら今周りがみんなフェイスブックやってますね、うん、それで岡間さんから、うん、清水さんフェイスブック活用してくださいってお叱りを受けて、お叱りを本当にお叱りを受けて、岡間さんのこの一言で、ちょっと私も今練習中です。今増えてますかなり、うん、そのコンタクトは。コンタクト増えてきてますね。しかもね、なんかどっから探すのか知らないけど、みんなフレンドリンクっていうんですか、そうですね、はい、すごいありがたいなと思って。発見した人もいる、この人お友達じゃないとかって時々来るでしょ。うんうんうん、言いました。あら、そこまではまだ見てないかな。だけど、すみさんあれか、名字変わったのか、そう、結婚して。そう、あ、だからな、なかなか修正括弧とかで入れてた方がいいです。いいですね。うん、ということで今年はもうすみさんに大変お世話になりまして、はい、また来年もありがとうございます。お世話に、いえいえ、こちらでもかった。お世話されたいですね。されたい。なんだ。お世話になります。お世話になります。そういう日本語だね。お世話になります。ということですみさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ごゆっくり遊んでってください。はい、どうも、楽しいですね。はい、はい、で、ちょっとですね、あの保存時刻45分になってるので、一旦保存しましょうか。はい、はい、はい、保存してください。やります。一旦保存です。一旦クーラーつけます。